ただいまより P4 航空機による操縦系統および客系統の第4回作動展示を行います。 P4 航空機の整備中はパネル類を取り外してこのような姿になっております。私たち整備員は航空機を安全に飛行させるためにミリ単位で計測および調整を行っております。ここでは私たちが普段どのような部分を点検しているか、またそれがどのような機能を持っているかを紹介します。それではまず操縦系統から紹介します。視力をご覧ください。今作動させた役をエルロンと呼びます。エルロンは機体の前後軸を中心とした回転運動を制御します。エルロンの点検とともに作動をご覧ください。操縦桿を右へ倒すとエルロン画面が右が上がり左が下がることによって航空機は時計回りに横転します。整備員は左画面の計測を行っております。点検は異常なかったようです。反対に操縦桿を左へ倒すと画面は左が上がり右が下に下がることによって反時計回りに横転します。普段の計測は右画面も実施しておりますが時間の都合上省かせていただくことをご了承ください。こちらの点検も異常なかったようです。今整備員は福祉点検を行っています。操縦桿を左右に操作し作動に異常がないか確認しています。作動に異常はなかったようです。次に水平尾翼をご覧ください。点検は異常なかったようです。逆に操縦桿を前に倒すと画面の前側が上がることによって機首が下がり航空機は下降します。こちらも異常なかったようです。今、整備員は福祉点検を行っています。操縦桿を前後に操作し作動に異常がないか確認しています。作動に異常はなかったようです。次に垂直尾翼後方をご覧ください。今、作動させた役をラダーと呼びます。ラダーは
水平方向の動きを制御します。操縦席の右ペダルを持ち込むとガラー画面は右方向に触れることによって手を右方向へ持っています。整備員はガラー画面の計測をしております。点検は異常なかったようです。左ペダルを踏み込むと画面は左方向に触れることによって足を左方向へ向けます。こちらも異常なかったようです。今、整備員は目視点検を行っています。ペダルを左右に操作し、作動に異常がないか確認しています。作動に異常はなかったようです。それではここで、ネルのカミネーター、ガラーを同時に作動させてみましょう。点検については、ミニ単位で計測および調整を行い、航空機が安全に飛行するように日々努力しています。以上で操縦系統の紹介を終わります。続きまして、スピードブレーキの紹介をします。水平尾翼前方付近をご覧ください。今作動させた部分をスピードブレーキと呼びます。スピードブレーキは主に空中で減速する際に使用します。このようにスピードブレーキが開くと空気抵抗が増え航空機は減速します。また操縦者も任意の位置で停止させることができます。それではスピードブレーキの作動をご覧ください。整備作業においてはスピードブレーキ画面の価格点検や作動時間の点検、スピードブレーキ画面を動かしているアクチュエーターと呼ばれる部品の点検、整備を行っています。離着陸に必要なチャックを胴体内に収納することにより空気抵抗を少なくし航空機を高速で飛行させることができます。飛脚タイヤは約90度旋回しながら収納されますので飛脚部分に注目してください。まずはゆっくりとした動きで作動させます。整備作業においては、下記の作動時間や、下記を動かすシリンダーと呼ばれる部品の点検、整備を行っています。下記が収納されました。次に下記を出します。
それでは実際に飛行しているときの速さで核の作動を行います。意外と速いスピードで動いているのが分かります。第4回稼働展示を終了します。ご覧いただきましてありがとうございます。